そうですね、今回は、3冊前に出した3冊とはまた全然色の違った、ほぼ自分でプロデュースというか、ロケ地だったり衣装だったりとか、あとワンちゃんと一緒に撮影したいという夢をちょっと実現させていただいたりとか、私のやりたいことも詰まった夢のような一冊になったかなと思うので、皆さんにも絶対に喜んでいただけると思います。やっぱファーストと比べるとだいぶ大人になった。そうですね、大人になった。どうですか、ご自身の中で成長した部分、成長してない部分。成長した部分、そうですね、身長は伸びましたね身長、成長と言われて一番に思いつく身長は伸びましたということで、成長していない部分で言いますと、そうですね、やっぱコメント、こうしたコメントとかはやっぱりずっと緊張しますし、どうやって伝わっていくんだろうっていうことをちょっとそわそわしながらお伝えしている部分っていう意味では、ちょっとコメント力とかは成長しなきゃいけないな、もっと頑張らなきゃいけないなと思っています。ただ上、今回タイトルは、はい、なんていうタイトルになりますか。こちらはストレリチアという、ちょっとありがとうございます。ストレリチアとなっているんですけども、うん、和訳すると、極楽鳥花というお花の、南国に咲いているような鳥のようなお花なんですけども、うん、私が以前飼っていた愛鳥のハッピーちゃんっていうインコが、セキセイインコがいたんですけども、うん、その子をちょっと思い出すような、羽ばたけるような未来向きな、そんなテーマにさせていただいて、タイトルは付けさせていただきました。ご自身が選んだんですか。そうですね、これはもう誰が選んだかと言われたら、衣装さんとメイクさんと、あとその時にダンバラルルちゃんも撮影に遊びに来てくれてたんですけど、と私でちょっと4人でどうしようかって話をしながら、ストレリチアいいんじゃないですかっていうことで、花言葉としては全く悪い意味が一つもないというお花だったので、じゃあこれにしようかなという意味でつけさせていただきました。ちなみに花言葉は、花言葉はいろいろあるんですけど、うん、やっぱ一番最初は輝かしい未来ということで、卒業に向けてはぴったりなんじゃないかなと思いつけさせていただきました。なんか調べたら気取った恋っていう、あ、気取った恋に関しては2番目ぐらいにあったやつですよね、うんうん、あれ最初それ聞いてなくて、自分で調べた時にあ、こんなのもあったんだっていうことだったんですけど、まあ、ジュースジュースの楽曲って結構背伸びといいますか、うん、ちょっと大人目線というか、昔からそういうテイストで歌わせていただいたので、そういう解釈をしていただけたらいいなと思います。卒業したら気取った恋するんですか。気取った恋気どういうことですか気取らない恋とかもあるんですか。でも本当に恋愛の歌詞とかいろいろ見てきた中でも、本当にいろんな恋愛があるんだなというふうには思うんですけど、今のところそんなお話は何も思い浮かべてないというか、ジュースジュースに卒業するまで力を込めて頑張っていきたいと思っています。全力で努めます。